はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、続きをやっていこうと思います。ウルトラマンレオですね、ちょっと加わったので、そういえばスキルツリーを覚えさせないといけないんで、レオパンチ、これはダブルアタック、ウルトラ戦士2人か、500、威力500は強い、ちょっと覚えとこう。これってあれかな、ウルトラ戦士両方覚えてないといけないとかあんのかな。エネルギー供給、これもちょっと覚えとくか。あとこれをちょっと2にしとこう、基本技で。ブレイブスキル、自分の攻撃力と命中率が上昇します。まあ5だし覚えとくか。うん、であとはゴッドガンダムと、マシンキャノン、マシンキャノンめっちゃ使うからな消費 SP も減るな、これにしよう消費 SP が1になるぞ、レベル5になるとマジかあ、そういやゴッドフィンガー使えなくね、どうやって使うんだ。 H ってついてるから、なんか特殊な条件があんのかな。まあちょっとわかんないですけど、もうこいつはこれで終わり。ちょっとウルトラマンレオダブルアタック、パニック負荷、あだからあれか、いいのか、一人覚えとけば。これ1だから覚えとこう。ウルトラキック戦法、ほんほんほん、ビームゼロスパイク、これも覚えられるから。これなんだろう、どんどん覚えていってるけど、一つの技を集中的に鍛えた方がいいとかあんのかな。まあいいや、レオはやった。仮面ライダーウィザード、ウィザードはな、これ消費 SP が増えるな威力が上がると、これも高えな。であとはフォースを一つ手に入れたんで、ちょっとフォースを見てみましょう。ヒーロースピリッツだ、戦闘不能になっても自分のヒーローゲージを維持できます。あーなるほどね、今のところなんか有効なのはヒールくらいっすね。フォースちょっと他のやつが装備してるやつって、まあいいや。こんなもんか。あとはちょっとアイテムラボを除いて装備を強化しよう。マックナイフ、ちょっと素材がいっぱいあるんで、何がいいかな。これヒットポイント20上がる。ランク1とかあるな、やっぱりちょこちょこ上がるなこれボロボロな交流のヒゲ、あこれいいな、1個しか持ってないけど、こうやってちょっと開けていくのか。ちょっと集中的に1個マックナイフを鍛えてみましょう。まずボロボロのヒゲ使っちゃおう、持っててもしょうがない、こういうのはガンガン使っていきましょう。でマックナイフ1、こっからこれと、おまたどんどん上げられんな、金がかかるけど。運が上昇し光耐性が下がる、光今×になってんな、光耐性を上げるとかないのかな。火の耐性が下がる、耐性が下がるのはちょっとやだな。これで基本ステータスは下がってないっすよね。あとは感染もちょっとやだから、感染も上げて、なるほどこうやって鍛えていくのか。あとは何がいいかな、物理攻撃力をちょっと上げたい気もするけど、これヒットポイント30も上がるな。運が上昇し、パニック耐性上昇、うんまあこんなもんでいいか、とりあえずじゃあ、ではゲートポートへ行って、受け地点に保管庫ですね、保管庫。どっちだ、こっちか。でこっちか。
てここでイベントがまた始まったよ。アイアロンはいないようだな。あ、それだけね。おお、いっぱいいる。さあレオの実力を試させてもらうぜ。121-0。んー、ちょっとスピードは遅いか。レオ129。おお、やっぱ強いな。いって、クリティカル食らった。いって、クリティカル食らった。どういうこと。系はやっぱ攻撃力強いっすね。ただダブルでカラータイマーが光りそうだから、そこはちょっとなんとかしないとな。ここもショートカット地点か。うまくマップが作られてますね。これもなに、倒せなかった。キングオブハートの実力を見せてやる。これはもうそのままコート戦闘で一緒。うわー、豪華した。全く当たらなくなる。そしてピコンピコン状態になった。回復しましょう。ヒールがな、もう一人欲しいよな。ん、何も怒んないよね。怒ったーお前らは守備隊のスタークジェガンです。この付近にベリアル軍の幹部およびクライシス帝国の幹部が出現したとの情報があり、現在警戒中です。クライシス帝国も奴らもかけらの情報を掴んだっていうのか。わかった、ありがとう。行かれるのですか、お気をつけて。あんまりいい感じはしないな。不穏な空気しか感じられない。どっちだ、こっちは行き止まりっぽかったな。光るが使うのか。ホットガンダムもそろそろ上がりそうだな、レベルが。ウィザードを回復と。ヒットポイントに100くらいの差がついてんな。お、なんか始まった。前方から激しい戦闘音が聞こえてきた。戦闘だ、誰が戦っているんだ。ちょっとあんまり前方行きたくない気もするけど。オッケー。なんかゴッドガンダムレベル上げて回復したい気もするけど、ここ行って大丈夫。ちょっとだけ回復させよう。ほいっと。始まった、やっぱり。そこにはスタークジェガンの亡骸が散乱していた。何者かとの戦闘によって部隊が全滅したようだ。スタークジェガン全滅か。ち、先起こされたか。クライシス帝国の幹部、お前たちの仕業か。これはベリアル軍の仕業だ。ベリアル軍？じゃあお前たちはなぜここに来た。悪いが貴様らに構っている暇はない。さらばだ。待て、待つのはお前の方だ。またクライシスか。ボスガンには一刻も早く欠片を見つけてもらわねえとならねえからな。お前らみたいな邪魔者を始末するのが俺の役目。よし、出てこい。ウィーン、ガシャッガシャッその昔危険すぎて封印されたといういわくつきの海馬ロボットスクライドだ。ちょうどこいつの性能テストもしたかったのさ。スクライド、
ここにはスクラップが山ほどある。お前にはおあつらえ向きな戦場だぜ。スクラップ？スタークジェガンのことか。行け。ジュイーン、操られんのか。なんだ？はっはっは、こいつはスクラップを自在に操ることができる。いてぇ。うわぐわ。いいぞスクライド、いきなりおかしなことしやがって。今度はこっちから行かせてもらおう。まあまずはスタークジェガンを排除しつつって感じなんで、一回ちょっと全体攻撃を打っときますか。ウルトラキック戦法、命中率が高いのか。こいつも一回スタークジェガンに打っとくか。あとあれだな、あ、そっか、協力するには変なメーターが必要なんだ。こいつら火属性だな。レオパンチで、これでいきますか。えお、アイスラッガー発動。キックって結局アイスラッガーじゃん。ビッグクリーム。50くらいか、60か。ハイパーバズーカ。マジで強い。おお、レオパンチいいね。ゴッドスラッシュ台風テラ。あ、でもスパークジェガンはそんなに強くない。よし、こいつを集中的に狙おう。これでスタークジェガンは倒せるだろう。バルカン。やばい、こう真ん中のやつは強い。これもう一回攻撃すると多分ピコンピコンになるからな。マジか、二人ってもピコンピコンになると危険だな。ヒット。うおマジか。防御力はどうなんの。めっちゃ食らったし、みんな。うわ、弱え。ガードしとこう。んー、自分がちょっと減ってるからな。いた。ちょっとウルトラマン2人はあれだな、リスクが高い気がするな。よし、治った。ちょっともうラッシュしよう。行くぜ。ここでバルカーンで、ダブルが一番強いんだ。205ウルトラゼロキックで、レオパンチの方が強いのか。これはなんだ、エネルギー攻撃だからか。ちょっとエネルギー攻撃にしてみよう。一番強いのはこれか。はい、ナズマキック強え。よしよしよし、押せ押せ。バルカン！ガタ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 と。これ全部で何ヒットするんだ？痛え。ここはガード。ちょっとヒールで回復はさせときたい。ただやばいやばいやばい、一転してピンチだ。そ
最後まで諦めるな。うん、なんか微妙だなこのブレイブスキル発動したとしてもマシンキャノンを撃ってウルトラマンはまだ攻撃できるな。このままガンガン攻める。ちょっとアイテム使おうか。いやちょっと待って、ゴッドガンダムでアイテム使ってウルトラマンはもう攻撃あるのみだな。で仮面ライダーは回復と、おお2発食らったら死ぬかんなあいつうわピコンピコン状態だよ。でもあともうちょっとだな。ディフェンスよし、いでよし、 OK、 レベルアップ。スタークジェガン、あのボス手に入んなかったけどそういうもんなのかな。ふっ、調整不足だったよ。だな、まあいい。ボスガンはもう当たりはついてると言っていたからな。かけらが手に入るのも時間の問題だ。待て、くっ、だがベリアルにクライシス、両軍とも第4居住区でかけらを探しているのか。ボスガンが当たりをつけたっていうのも気になるな。ふん、マジやばい、一旦帰る。ちょっとここは回復だけさせて、何これ、あ、そうか、アイテム拾ってきてくれたのね。ちょっとチップ報告だけして、スタックジェガンなんもない。ウルトラマン2体はちょっとあれだな、厳しいっすなんでレオとゼロどっち入れようかな。ちょっとゼロにしとこう。まずゴッドガンダムゼロで仮面ライダーを2体入れますか。フォーゼウィザードと OK で待機行動を仮面ライダーレオじゃなくてウルトラマンレオを、警備と、あ、こいつも警備になってた。よし、じゃあちょっとこのまままた進んでいきましょう。 A キューブと中継地点に。ウルトラマンのピコンピコンシステムがな、3ターンっていうのが長いっすよね。やっぱりめっちゃ能力下がるし。仮面ライダーそういや協力技覚えましょう、2人いるんで。協力技覚えられないんだけどこれ一回鍛えないとダメか。ブレイブスキルちょっとこれは5で覚えられるんで、これも10で覚えられるかなと。あともうちょっとじゃない、45必要だからまだ先か。お、5体出てきた、初っすね5体は。ゴッドスラッシュ台風で、こいつは100万ボルトバーストで、これでなんか誰か攻撃かわさなかった。これで倒せるかって、 OK。 あ、アイテムを預けてくるの忘れたけど大丈夫かな。さっきライフキット結構使ったからな、空きはありそう。キングオブハートの実力を見せてやる。いきなり増加されたよ影に。この先で確かイベントがあったから、おっと5体多いね。5体出てくるとさすがに辛いな。そのくせ経験値23しか持ってない。ウィザードが上がるな、そろそろ SP を使っておきましょう、どうせ回復するんで
っちが行ってないな。アイテムをゲット、アクアマリン。おお、この5体が多くなってきたな。これでウィザードレベル9。ここは何にも起きないよね。もうやばい、あいつらが2体いる。ゴッドガンダムとあいつの攻撃だと倒せないからな。これで多分最初のところとまたつながるんじゃないかな。うん、つながりましたね。バルカンは？バルカン2か、使ってこう。これで倒せれば、よし倒した。バルカンもう1レベル上げて SP 消費を1にしたい。めっちゃ汎用性あるなバルカン。あ、なんかある。これどうしよう、回復させておいた方がいいかな。一応回復はさせときますか。ほい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 。ここが保管室か。中から光の力を感じる。レオが言っていたのはこれか。ゼロは扉を開けようとした。しかし扉には鍵がかかっていた。そうだ、そんなこと言ってたな。よく見ると扉の表面には無数の傷がある。何者かが破壊しようとした形跡のようだ。誰かが強引に開けようとしたのか。鍵は確か守備隊のリゼルってやつが持っていると言っていたな。鍵がかかっているのか。メテオ、ホロスコープスを追っていたんじゃないのか。ああ、だがなかなか足取りがつかめなくてな。やはり奴らは保管室を標的にする可能性が高い。そう考えてここに来た。扉は頑丈そうだな。簡単には壊せそうもない。やっぱり鍵を手に入れねえとな。そのようだな。メテオ、一緒に行くか。ああって言っても仲間になんないんだもんね。本当に一緒に来るだけだからな。お、ジェガン兵士。うう、おい大丈夫か。やられた、クライシス帝国の連中だ。なんだって。奴らは保管室の鍵を探していた。クライシス帝国が鍵を、なぜだ。どうも奴らは保管室に欠片があるものだと思い込んでいるようだ。それとベリアル軍も暴れ回っているようだ。気をつけろ。ベリアル軍、奴らも鍵を狙っているっていうのか。それはわからん。ただ欠片を探しているのは間違いない。うう、ジェガン、危険な状態だな。よし、俺が拠点まで運ぼう。メテオ一瞬だったな、ついてきたの。ああ、後でまた合流する。うう、ジェガン、もう少しだ、頑張れ。このパターンでいけば2体倒せる。ウルトラマンゼロのレベルの上がりが遅いな。ん？どっちだ？どっちもある？あ、どっちもねえや。あ、いや、どっちもあるな。地図見たところ、なんかあそこにアイテムが見えるな。
っとウィザードが素早さが速いですね。粉々のダイヤモンド、もうほとんど粉々だな。おっとこのパターンか、間違えた。マシンキャノンを使わないと倒せないからな。うわーマシンキャノン使っても倒せなかった。あと1 あと1でレベルが上がる。ん？ここは行って大丈夫？てか戻ってきただけだし。じゃあこっち行って、ゼロがレベルアップ。ゴッドガンダムを回復させないとな。ライフキットあと3つしかないんだけどいつの間にか。でこっちがいけるのか。うーんなんか始まりそう。もう気づいた時には遅い。前方から激しい戦闘音が聞こえてきた。マジかよ。パワーはとりあえずあるけどゴッドの SP が減ってんな。お、リゼルだ。くっ、数が多い。交代しろ。援護する。レギオノイドってでも雑魚兵じゃないの？なんか結構強い感じになってるけど、レギオノイドベータになってる。今度大丈夫か？違うタイプもいるのか？チッ、消耗する一方だ。リゼルか？下がれ。お、グッ。そんな簡単に倒せないだろ絶対こいつらベリアル軍だな。なんでイベントだとこんな簡単に倒せんのにさ、戦闘になると苦労するんだよ。まだいたか。おお、イベントで倒してくれたすまない、助かった。君たちか、ヒーローというのは。俺たちはリゼル部隊、この付近の守備隊だ。君たちがリゼル部隊か、一体何があった？突然ベリアル軍の幹部が手下を引き連れて現れたんだ。そいつはどこに？やつは手下を俺たちに差し向けてこの先へ行ってしまった。まだ近くにいるかもしれない。そうか、ちょっと君たちに用があるんだが。なんだ？保管室の中を見せてもらいたい。保管室？あ、そうか、異世界の武器だったな。とんでもねえ光の力を放っているんだ。俺たちウルトラ戦士の武器かもしれない。なるほど。なんか来た。足音、誰か来る。おお、アイアロンだ。見つけたぞヒーローども。戻ってきたのか。はあ、うん、一撃でこれか。はっはっは、さっきは油断したが今度は息の根を止めてやる。これを。リゼル、これは保管室の鍵だ。君たちなら中にあるものを使いこなせるはずだ。やばい、これリゼルが足止めするからみたいなパターンになるんじゃね。ああ、何をこそこそやっている。これで息の根を止めてやる。させるか、アイアロンソニック。ぐわ、今のうちに。うわ、わかった、その思い無駄にはしねえぜ。また逃げるのか。お前の相手は俺たちだ。うん、リゼルありがとう。リゼルたちが持ち帰ってくれている間に保管室へ急ごう。その武器の性能からしてウルトラ戦士と同行した方がいいな。え、別にレオを連れていく必要はないよね。こっちだな。
ウルトラ戦士一人いればいいよね。レオの武器は手に入りませんでしたとかそんなひどいことないよね。ほいっと、保管室を目指せ。あった、イエス、開いたぞ。よくやった。誰だマジかこれはちょっと予想できなかった。ご苦労だったなヒーロー諸君。待ち伏せされていたか。中のものは我々がいただく。何、ベベーが来たよ。貴様らの相手はチャップ部隊だ。行け。なんか音楽が、あれ何何、どういう状況。マーレディオッケーマーズ、おお、メテオだ。ブラックが来たメテオ、ブラック、やはり保管室が気になってな。クライシスが狙っているとなれば黙っちゃいられない。チャップは俺たちが引き受けた。咀嚼な真似を、ならばこやつが相手だ。いでよガイナバラス、ギャハー、ヒーローども、俺がぶっ潰してやる。ボス戦か。なんかそこそこ強そうだな。とりあえずマシンキャノン打ち込んどくか。で、プッテロピーク、こいつはな、単体がなかなかないからな。ヒールのために取っておこう早すぎたな、マシンキャノンで、火入ると、3回連続で火つけてた。ゼロキック、あ、ゼロキック、ちょっともう SP がないで、回復は早め早めに。ヒットポイントが低いからな、ウィザードは。あ、そうか、ウィザードヒットポイント低いからヒットポイントを上げるパンツを作ってあげればいいんだ。なるほどなるほど、そういうことか。あとでちょっとパンツを強化しましょう。おお。死ぬ。分散する攻撃は1回の攻撃力が弱いから、まあ、助かるといえば助かる。よし、ただウルトラマンがちょっと減ってるからな。今回は普通に攻撃して回復させよう。145、いけるかな。ドライブラッシュかけます。ラッシュ3までたまらないからな。マシンキャノン、あ、待ってレベルを上げての、そうするとゴッドサス、てかゴッドフィンガーどうやって使うのないんだけど、ちょっとわかんないな。調べた方が良さそうかな。これが1、ライダードリルキック、これにしよう。で、ヒール、うわー、マジか、ミスったよー。ライダードリルキック、いってー、バルカンじゃなかった、ずっとシャッシュだった。217ディフェンス、ディフェンス、ディフェンス、ディフェンスと、しのげ。OK、 負けるわけにはいかねえんだ。ラッシュゲージが上昇した。
マシンキャノンでディフェンスして、こいつは攻撃して回復しよう。そろそろ終わりそうな感じだけどな、ヒットポイント的に。いってー、超強え。バルカン、はい、どうだ、もうちょいか、あともうちょっとっすね。ウルトラマンもう攻撃にかかろう。さすがに回復はさせとかないとまずい。あぶねえ、あぶねえ、ミスった。バルカン、どうだ、オッケー。うん、チップ手に入んないな。やっぱりボスのチップもランダムなのかな。ゴッドガンダムたちは保管室の中に入りボスガンを探した。いや、ボスガン戦はもう無理だよ。いたぞ。なんということだ、かけらではなかったのか。だがこれもいわゆる異世界の武器、クライシス帝国の技術力で解析すれば戦力の一部として利用価値はあるというもの。勝手なことを。おっと、長いは無用だ、さらば。え、結局パクられるの。そうはさせん。キングストーンフラッシュ。何、うわー、キングストーンフラッシュ。その強烈な閃光にボスガンは幻惑した。それは返してもらうぞ。その隙にメテオはボスガンから異世界の武器を奪い返した。おのれ。だがこれで終わったわけではない、この勝負預けた。待て、うブラック、大丈夫か。ああ、なんてことはない。キングストーンフラッシュは少しばかりエネルギーの消費が激しいだけだ。ならいいんだが。ゼロはメテオから異世界の武器を受け取った。これはバラージュの盾。なんだそれは。またの名を、なになに、ウルティメイトイージス。バラージュの盾の方が言いやすいな。これがあれば俺は超必殺技を放つことができる。お前の必殺技、ああ、ファイナルウルティメイトゼロだ。名前がややこしい。チャージに時間はかかるが破壊力は凄まじいぜ。すぐにアイアロンを撃ちに行こう。ちょっと待ってくれ、他にも何かありそうだ。そうだな、だが時間がない、リゼルが踏ん張っているんだ。そうか、じゃあ俺はここに残って詳しく調査する。ああ、頼んだ。バラージュの盾を入手しました。え、これレオ連れていかなくて大丈夫だった、本当に。ゼロの新しいスキルが解放されました。レオの技も増えたとかそういうのないよね。とりあえずちょっと消耗してるんで一旦拠点へ帰って。レベルアップ、じゃあブリーフィングルームへ行って、じゃあとりあえず回復をしたので、リゼル隊のところには次回行こうと思いますので、今回はこれで終了します。